ダブルホスです。さあ、今日もやってまいりましょうか。バイオハザード RE4。ということでね、前回はどうもありがとうございました。無事ね、バイオハザード RE4 初見プレイをね、無事クリアすることができました。で、そのおかげでですね、チャンネル登録者も増えてくれたと信じて、ですね、今日もやってまいりたいと思います。で、クオからは、そうだ、ハイチーズってやった、ピースって 200CP ね、手に入れましたと。で、今回から何したいか。で、新しくニューラウンドをね、やっていきたいなというふうに思っています。で、ちょっとね、まあ、収録日等々が、まあ、別にバレた問題ないんだけど、まあ、いろいろあるんで、ちょっとそこはカットさせてもらってなんですけど、さあ、何で行こうかなっていうとこなんですが、ちょっと恐ろしめで行ってみようか。うん。あ、でも個人的にカジュアルがいいなと思うけどね。あ、いや、で、アシュリー、アクセサリー、スポーツ別にいらないか。で、カジュアルか、ここはスケブラで行きましょうよ。で、これつけたらあれなのかな？これ完全にね、アシュリーのブラで作りましたみたいな感じになってるけど。まあそんな感じで行きましょうか。はい。よし、じゃあ一旦ね、ちょっとカットさせてもらって、あ、そうだそう。で、今回、ハードコアでやっていきます。ハードコアでクリアして、その後にプロフェッショナル。で、なんでかっていうと、アシュリーの衣装を、ハードコアの A ランク以上を目指してやっていって、で、その上で、なんだっけ、甲冑が手に入るんで、それでプロフェッショナルを挑むというね、超絶チキンプレイで今回進めていこうと思います。で、7時間以内だったかな、A ランク以上取るのに、クリアしなきゃいけないので、ちょっとね、割とサクサク目で進めていかないとまずいかなというところがありますんで、はい、そんな感じでね、やっていきましょう。ということで、ムービー中も確か時間が進んじゃうっていう話だったので、ムービーゆっくり見たいよっていう方は、ぜひね、僕の初見プレイの方ね、全チャプター、全35パートくらいあるのかなっていうところをやるって思うんで、関連するパートとかをちょっと紐付けておくようにはしますので、ぜひそちらからね、ご覧いただけたらと思います。まあ、ごたくはいいからさっさと始めろ。了解しました。では、参りましょう。はい、ということでね、まあ今早速やってるんですけど、なんか、ね、敵の配置とか仕掛けが難しくなりますって書いてあるのがちょっと引っかかるんですよ。だから謎解きとかのなんかくるくる回すのとかが変わったりとか、なんか敵の位置が違ったりとかしてたらね、ちょっとそれはそれで怖いなっていうところがあるんですけどね。まあ、とりあえずロケランがいくらするのかって、原作と同じだったら100万ペスタだっけ、 なんかそんな感じだったと思うんですけど、それ以上に高かったらね、まあ、やべえなっていうところなんで、まあ、とりあえずレオンのチャームをつけることによって安く仕上がるという、そういう仕様になってますね。これ動画中動くってなってたけど、どうなんだろう。初めからこの最初のシーンも動く時計あるのかな。まあ、ってなるのであれば、もうちょっとカットしますね。はい。カットしないでね。あ、カットしちゃうよ。懐かしいな。早速行きましょうか。走れ！もうこっから、事件が動いているんだ。こっち、こっち。あ、ちょ。でもさ、初見プレイとはいえさ、まあ、のんびりダラダラとやったっていうのもあるけど、それでも15時間かかったやつをさ、時間半分に短縮してて、なかなか鬼畜の所業だよね。うん。まあ、果たしてどうなるか。武器は引き継がれてるはずだからね。わあ、もうほんと誰だよって話ね。なんかもうこんな格好してんの、ほんとガクとか京本正樹みたいな、そのくらいだよね。Anyone home? Anyone home? さーてさてさて。トゥットゥーと、さっさと行きましょうと。敵の配置が変わってるとかってなると、おーい、タップで拾って、あ、武器 OK だね。あ、でもあれか、弾数があれなんだな。よいしょ。で、早速使いますと。まあ、7時間クリアとはいえ、なんか行ったり来たり戻ったり走ったりとか、戻ったりなんだりとかしてたから、そこら辺のね、細かいのを、まあ無視してやっていけばなんとかなるんじゃないだろうかと信じておりますと。はい。お邪魔しまーす。あ、そうだ。貴族人形も全部壊しておきたいところだよね。だけど、飛ばすって言っといて、全然今、普通にやってたわ。くるっと。貴族人形を破壊するっていうのもあるけど。どうなんだろうな。ほい。来た。ほい。え？強くない？ This just keeps getting worse. ちょっと調子乗っちゃったね、今ね。やっちまった。よし、じゃあ戻りやっしょう。で、ここ来る。で、ここは、どんでスターっつってるから。
あれあれちょっと待って。こういうしょうもないミスが重なってギリギリになって7時間クリアできませんでしたとか言ったらすっげえショックなんだけどね。大丈夫かな。よし。で、ここもっと、ちょ待って、目がいってんじゃん。レオンの目がいってる、すでに。やば。なるほど。レオンはすでにこれ、寄生虫、卵を植え付けられてる系女子だったのね。女子。進んでいこう。いやー、しかしまあ、こんなね、羽毛が生えてね、で、右だけ生えてるっていうのがもうあれだよね、まさに、セプロスだよね。片翼の天使。よいしょ。お邪魔します。はい、キック。で、まあ、でも7時間をこうやってサクサク進めていってたら、そんなに焦ることのあれでもないのかなと思ったりするけどね。どう思います?皆さん。あ、いいえ、スターとかって言ってるから。ほい。ハンドガン、ハンドガン。ただね、敵が強くなってるって、早速あれだもんね、3発あれだったもんね。うんこだ、ステーロー!うんこだ、ステーロー!ほい。あ、やべ。あ、一撃?もう、あ、いた。あれ?あれ?やつは一撃だったけど、こいつ3発だね。あー、やばい。ダメです。よし、ガンパウダー。で、ハンドガン。よしよし。ふえで、なんかあ、いってこういうの。こういうのがやっちゃって。やっちまった。そういうこともあるよね。足引きずって、あ、おじさん、うん、あ、いいえ、スター。そうなんだよね。 いくらさ、時間制限があるとはいえ、焦ってプレイしちゃダメなのよ。そう、落ち着いて。で、これをくっつけておいて、これやっとこう。ファイティングナイフ。大丈夫かな。大丈夫そうだね。よし、行こう。さあ、もう、到着ですよ。ねえ、早いもんよ。最初ここに来るまでで何分かかったんだ。ここまででトータル30分以上プレイしてたはずだからね。首が落ちます。でも爆発物陳列剤は今回持ってないもんね。まあ、とりあえず、やっていこうか。これ燃やさせないとかできんのかな?ああ、無理か。ほい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 。やばい。横から来た!バーバー!バー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 逃げる。よいしょ。なんとかかんとかのデッシュワオってやつやなーって。投げさせるか。投げさせてた。あ、後ろからバー、後ろバー、おりゃ。なんか今回すごい画像が荒い気がするけど、気のせいか。皆さん大丈夫？酔ってない？おい、キープカミン。オッケー。あいばえっそう。ちょっと今回もいくらあれだね。でもハードコアとはいえ、ハードコアだからやっぱり、ハードコアとはいえ、え、もう日本語になってない。よいしょ。よいしょ。おら。オッケー。チェイト。あれ、なんか拾えた。あ、拾えた。オッケー。あれ、ちょっと待って、登れない。あれ?あ、なるほど。室内に行かないとダメなのね。了解でございます。危ないだ。ら。じゃあもうこれさっさと中張った方がいいか。でもこれどっかに教会があって、教会の鐘をリーンって鳴らしたら、いけるってなんか聞いたことがある。ちょっと待って、やばい。フルボッコ。こんなにボッコボコにされると思ってなかった。よいしょ。ば、あ、じゃあ、あ、あ、なんだ、あ、時間で来るのね。じゃあおめえさんどつきますぞ。おめえには遠慮しねえ。あ、一撃、うん、違うな。あ、なんだ、腹痛でなんだ、もたれただけか。あー、いいバエッソ。あ、出た、突進バー。ちょっと待てよ、どこ行った、あれ、どこ行った、あれ、ダダダダーって言ってるけど、あれ、ダダダダー、あ、後ろいたわ。
うらうらうら、ちょ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 、やばい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 、それはまずいです。よいしょ、オッケー、お亡くなりになってないね。あれやばいぞ、これはタフすぎる、タフネス、タフネス、よし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 、あ、あがーん、あ、やばいやばい、こいつ、こいつだけは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 、あー、ダメでしたか。あー、ダメだったー。中のバーガー来ちゃった。マクドナルドハンバーガーズ。くそー。倒すことができんかった。ブルースト・コンドー1。はい、ありがとう。どうしよっかなー。しまったなー。あっちあっちやな。とりあえずちょっとでも言うてアイテム回収はちょっと済ませとかんと、さすがに弾が枯渇した状態でいくとね、まずいので、ここはまだ入れない。軽くアイテム回収だけしていこうか。お邪魔します。ほい、なんかゲームスピードすごい上がった？なんかすごい目まぐるしく感じたんだけど。もうちょっと落ち着いてた気もした、したもなくもなくもない。よいしょ。特にないと。そういえばさ、あいつ中いる？敵の配置が変わったっつってもさ、ほらいじめにあってたやついたじゃん、ここで。ほら、いたいたいた、うんこだステーロー、どこ行ったね、こいつ。なんでこんなこの中にいたんだろうね。ほい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 、あ、じゃあ これはダメと。了解です。ほい、ジェキン、ね、リーンってなって、唯一操られてなかったタフなゾンビじゃないや、ガナーだもんね。よいしょ、あ、そうだ、これであれだ、宝も全部集めないとね。なんか孤島のクリアポイントっていうのがなんか手に入ってて、あの一周で宝全部クリアするみたいな、なんかそれがあったから、多分あの村と島それができてなかったからやんなきゃいけねえんだよ。で、売却用のショットガンがない。え、2周目から同じ武器手に入らないっちゅうこと？まあでもそういうことっすよね。ここ入って、あれなんで割られてんだ、おかしくない？で、ここにハンドガンはない。それは原作だった。原作の知識が、こう、生きるところって生きないところとかが結構ね、あるよね。こう、あった、ベルベットブルー。これはあるかい。よいしょ。なんか、ガクト様が走ってるって考えたら面白いよね。ほい。オープン。宝飾の歩く三日月。で、くるっと向かって。お金は何バールド？ 13、え？ 1 万5千。1万5000。もうダメだ。もう、見えてすらいない。1万3000だね。まあでも、こんだけ武器がありゃ、なんとかなるだろうと信じて、ああ、あれか。これ戻ろうと思ったらーってなるやつよね。はいはい。オッケー。めちゃくちゃあるな。めちゃくちゃ回復薬あるな。ほい、お邪魔します。ほい。オッケー、まあ。あ、マグナム、一発か。マグナム一発ね。了解了解。あれ、開け。あれ、ここ何もなかったっけ。あ、あったあったあった。なんか宝がある。宝探しの散歩、えい、そろそろ出発しよう。オープン。ハンドガンだけかな。よし、じゃあ次進んでいきましょう。オッケーオッケー。オープン。よし、行こう。で、ここは、あ、そうだ、ここなんかミッションかなんかあったんだな。風車だ。ほいっと。ダイレットブルー。オッケー。で、ちゃ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 。でん。でん。ここのね、敵がね、どのくらいいたかっていうのがあんまり覚えてないけど、あ、来てるね。お仲間だったのかな。毎回こう敵がやられるたんびにちゃんと出してくれるっていうのが優しいよね。
ほぼだってアイテム出してくれるよね。確か。で、アイテム。これもさっさと行った方がいいかな。あれ、牛なんかめっちゃでっかいね。おい、くる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 。真珠のペンダント。これなんか落とす場所間違えたらくっさくなっちゃうらしいからね。ほいっ。で、破片手榴弾。うん。あれ？あ、寝てるだけか。めっちゃゴリゴリ押してったけど。チュキン。あれ？これ？チュ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 。ほい、オッケー。今は式青いメダリオを壊してくれ。出会う前から依頼をしてくるというね、なかなか初業の技っすよね。で、オープン。よし、ピッ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 。よいしょ、あえて残しとく。ほい。で、よいしょ、登ります。よいしょ、あ、ショットか、ショットアマー。オッケー。んで、違うの、こっちは行っても仕方がない。行っても仕方なくはないっていうか、あとでだね。よし。で、ほい。え？あれ、いたっけ？あ、中いるね。ほいほい。じゃあ、出てくるまで待ってみよう。パリン、あれ、まだ、あ、ようこそ。えぇ、はい、ありがとう、開けてくれてありがとう。やっぱガラスをね、パリンって割りに行ったらさ、こっちも相応のダメージを受けちゃうわけですから、そうならないためにも。で、これなんか下いるんじゃなかったっけ。すでにね、降ります。来た来た来た、ウェイ、来た。ガッデム、マジか。うーっ、よいしょ。で、おいでおいで、おいで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 。あれ、来ない。バレてる、あ、バレてるバレてる、ちゃんとバレてる。ほい、あぶれ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 、自分が引っかかるところだった。さあ、来るかな。来る、来た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 。さあ来い、さあ来い、さあ来い、さあ来い。オーケー。やべ、あ、クラウンかい。ちょっと待って、普通に普通に着地したわ。はい、おしまい。違う、こせっかくこっち来たんだからさ、ここ登ろうぜ。よし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 。ほい、これで、あ、まあ、なんか敵がすごい、なんかわちゃわちゃわちゃちゃ言ってんの。うんだらかんだらシャランストーン。え、どっか近くに敵がいる。全然気づいてないだけか俺が。あ、ちょっと降りろ。よいしょ、アイエスターっつってる。見つかってんのかこれ。じゃあ、ちょ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 、確かフラミンゴじゃなかったっけ。出た、フラミンゴー、ラララフラフフラフフラフフラッスンなってペイン。で、あれ、いないね。開けて、でここも開けておこう。キックキックキック。で、こっちは入ってきたところ、ここは開く開く。あ、やった、サブマシだ。サブマシの弾が枯渇してたからありがて。え、開いた。あれ、なんか豚ちゃんが脱走しようとしている。俺はもうこんなところにいられないっつって。え、どこだ。ああ、なんかしれっと中にいたら。おお、いいね。えいって、なんて、まあ、やだわ。おら、あれ、またか。オッケー。
で、まだいる？こっち？違うね。しれっとダメージを受けてってんだよね。なんならファイティングナイフもちょっとあれだし。おい、うえぇ、オッケーで、あーやばい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 、起き上がり拳禁止です。で、V、 こことここと、こっちか。まず一つ目がこっちで、装填、そうなんですよ、チャームを手に入れるためにもね、やっぱり。ほい、オッケー、1個目、2個目、3個目、どこや。あとなんかこっちの方だったっけ。あ、違う、あのちっこい小屋の中か。もういないのか。あ、拾い忘れ、ありがとう。ヘーンとゲーン、こん中だっけ。あった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 。ちゅ、めっちゃ下手くせ。なんかパリーンにしても、まるまるとお太りになってて美味しそうでございますね。こっちの方、あー逆側か。あ、ちょっと待って、グリーングリーン走って行け。こっからどっか見えてます。ヘイ、オッケー、クリア、ミッションコンプリート。じゃあサクッと行きましょうか。オッケー、オッケー、ダララフラッ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 。ここは入れない、なぜかルイスの隠れ家になってる。お、ライフルだ。こういう被ってたのかね、やつもね、新しいやつ。なぜそれが、出てくんのか。だから進もうとすると、確かなんかあれだよね、チュドンってなってたはずだから。その前にキック。あ、ん？違うな。で、こっち。チュドン！おい。おい、あれ？あれ？これじゃあ後ろから出てくる？で、ボーイヤマッター。入った！10点！お、近い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 。ほんとも。あ、腕が吹っ飛んだ。あ、これがクリティカルヒットっちゅうやつか。オッケーオッケー。いや、いった。シンプルにお腹押さえてるよね。腹痛でも起こしたかな。あー、そっか、バーいるんだ。あ、トシンバ、トシンバ、トシンバダメ、トシンバ。オッケー、さて、で、パコ、あれ、ライトは、ライトはつけな、あ、なんかある。ライトはつけない主義ね。ちょっとでもお金稼いでいっとかないとダメですからね。ほいちょ、きっと。んで、あの中に、でん。Alright. Alright. あれ？向こう側にいるっぽいか。ピッ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 、どんでスター。隙間を縫うこのうまさと思ったけど、前言撤回だな。うんこ忘れちゃダメです。ちゃんとトイレに流してください。でもどうせこれ、あ、こっちから来てるね。おい、あば、いったー、ばーいのはこっちだったー。よいしょ。よいしょ、あ、あ、やばいな。なんかさ、ちょっと下手に余裕を持ってやっちゃってるから、なんかすーごいこう、プレイが雑になってる。ふぅ、おら、危ない。おら、あ、やばいやばい、ヒア、え、あ、危ない危ない。ちょ待って、なんであいつ発狂してんの、おかしくない。あいばえそう、うら、後ろでなんかすごいチュドン言うてる。あー、やめてやめて、よしです、あらないで赤がつくでしょ。
オッケー。あ、そうだって確かなんかどっか、あ、違うわ。え、おっさん、なんか面白いからそのままほっとこう。で、上にバーがいるんじゃなかったっけ、どっか。あれ、上でババアがなんかどっかで買い映えっそうって言ってチュロンチュロンしてるんじゃなかったっけ。だよね、だよね。お、あ、いた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 。その別にパンチラ、あなたのパンチラ別にうれしくないんで、はい、素直に倒れていてください。で、くるって折り返って、まだいるよね。あ、いたいたいた、あれだ、めっちゃ身構えてやがる。ほい、オッケー。でさ、おっさんがなんかほらバグってるよね、これ。おっさん？なるほど、片足で立って頑張ってんだ。え？あ、これはもうこういうあれなのね。バグが発生したわ。ワンダウン。ワンダウン。これはもう完全にバグですね。はい、ちょっと面白いバグが見つかったんで、もうちょっと、おーおー、まだ生きてたのか。まだいら、あ、やっぱサラザールだ。サラザールがキュー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 言ってる。オッケー。ヒューヒュー。ってことはこの中か。どこや、どこにおる。どっかでキュー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 言ってる。ほいっと拾って、で、ハンドガンで上とかやろう。どっか、どこや。とりあえずショットが、あれ、あ、いた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 。よし、これも全部クリアするためには結局サドラーとの戦いを終えなきゃいけなかったりするんですよね。そこら辺もどうしようかな。攻略サイト見ちゃおうかな。なんかね、細かいそういうクリアのためのなんかそういうボーナス的な云々っていう、あのね、実は調べてなかったりするから、どうしたらサラザール人形がどこにあるかとかっていうのは実は分かってないっていうね。出た、デンデンデン、ベストプレイス、ほい、オープンセサミーで、ハンドガン、あ、そっか、ここピッピッピッって言って、あ、ここもあれか、ピッピピッピ言ってるから、慎重に慎重に近づいて、ほいっと、楽勝ね。最初ね、これね、ドンドン言うてるから、あ、また棚ドンしてんのかなと思ったら、まさかのね、おっさんが発狂してただけっていうね。 What's that noise? ぬわーって、あれ、こいつでもなんでこんな行きたがってたんだろうな。手柄は俺のもんだってやりたかったのかな。ほらほら、おじさんがすぐ発狂して、あ、バレんのかよ。よいしょ。ほい。あ、違う。やばいやばい。超絶下手くそだった。エイムが。まあ、あ、ちょっと、いけない。まあ、気づけばね、クリアまで来ましたんで。ほー。ほいほいほい。ふみふみプレイの剥がし込み。最初に踏んだの何だったんだろう。剥がすなら踏む意味って。よし、オープン。めっちゃ引っかかったわ。で、これを拾う前にここら辺に、あれ？これ宝ってなかったっけか。そっか。ねえ、袋の回収、ねえ、やつ、やべえやつ来たーって、お目目真っ赤じゃねえかーって。あ、でもゆっくり剥がすよ。ふふ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 。あ、ないわ。ごめん、なかった。俺生まれてこなかったタバコ吸ったことないかわかんない。はーい。よし、じゃあ、ここまでで一旦、終わりにしたいというふうに。おお、あぎしー、これで一発気です。この時のなんかね、なんだ、頼りにやらない、ならないやつ来たなっていう、そんな感じだよね。うん。了解でした。はい。じゃあ、一旦ですね、はい、ここまでで終わりにしたいというふうに思います。
本チャプター、最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ハードコアを、ぶち抜いていくという、まあチャプターじゃねえランク A 以上を目指すと、あわよくば S を目指すというような感じでですね、進めてまいりたいと思いますので、またあの長いチャプターになってくると思うんですけど、まあ、できれば1チャプター1パートでやっていきたいというふうに思ってますんで、ぜひお付き合いのほどいただけたら幸いでございます。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して明日もお楽しみください。ではまた次回パートお会いいたしましょう。バイバイ。